この条例は、火災の発生や周辺の地域への悪影響などが社会問題化しているスクラップヤードを規制し、県民の生活の安全を確保することを目的としています。条例では、事業者がスクラップヤードの事業を行う場合に、原則として周辺の住民に対し、説明会を開くことを義務付けています。また、 事業場ごとに知事の許可を取得することも義務づけていて条例が施行された今日よりも前から事業を行っていても許可を受ける必要があります一方無許可で事業を行うなど規定に違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする罰則も規定されていますなお、県によりますと 市独自の条例があり、県の条例の対象外となる千葉市と袖ヶ浦市を除いた県内のスクラップヤードは先月末時点で542箇所確認されていて県は不適正なヤードを一掃するため条例を遵守するよう厳正に指導していきたいとしています。